こんにちは、ラムネです。今日はちょっと久々にグレール購入品を紹介していきたいと思います。本当はね、この動画撮る予定なかったんですけど、今回ちょっと可愛すぎるぞってことで、私なんか2回に分けてグレール買ったんですよ。なのでちょっとまあせっかくだし、ちょっと紹介していっちゃおうかなと思って、急遽カメラを回しました。なのでちょっと早速どんどん紹介していきたいと思います。はい、でちなみにちょっと先に言っておくと、私は161センチの骨格ウェーブです。まずですね、このピンクのトップスですね、これは、ジアちゃんとのコラボのやつで、チュールフリルショート丈ビスチェっていうやつです。私ね、今回ジアちゃんコラボのやつを結構買ってます。もうめっちゃジアちゃん好きなので、ジアちゃん買いというか、はい、そんな感じですね。まあ、ブラックとかピンクとかグリーン、グレー、アイボリーあったんだけど、やっぱね、私ピンク好きなのでピンク選びました。いやマジでこれ超かわいい、やばいぞこれ。やっぱね、ピンクがこう淡い色味だから、ちょっと優しい印象になりますね。ピンク好きの人はこれ本当におすすめで、サイズはねフリーサイズなんだけど、まあ、おへその上ぐらいかな。ハイウエストと合わせてるから全然隠れるんだけど、普通のデニムとかだとおへそ出ちゃいますね。なので私はちょっとハイウエストと合わせて着ようかなと思ってます。いや超かわいい。てかね、実はこれなんか一回多分ね Vlog でこれ着て登場してるんだよね。すごい気に入ってて結構愛用してますね。はい、でそしてですね、次こちらです。このチューブブラ、これもなんかジアちゃんのやつで、カップ入りブラトップっていうやつです。サイズは、私 S ですね。 S 選びました。でさ、これさ、私超万能すぎて、実はちょっともう中に白いのも着ちゃってます。これね本当におすすめ。なんかそのキャミソールとかさ、よくタンクトップとか着る方はもう絶対これあったら便利。マジで全然落ちてこないし、ヌーブラより本当に楽なので、はい、もう好きすぎてね2個買いしちゃいましたね。この2つあればもう夏は無敵ですね。ヌーブラだとやっぱ汗かいて落ちてきちゃったりとか、痒くなってきちゃうんだよね、長時間つけてると。だからこういう系が好きなんですけど、まあ、これでも結構下がってきちゃったりとか、私なんか結構さ、このウエストアンダーがさ、まあ、自分で言うのもあれなんですけど結構細めだから、やっぱ落ちてきちゃうやつが多いんですよ。だけどこれほんと締め付けがいいので、もう全然なんかジャンプしても落ちてこないし、そうそうそう、もう最強ですね。もう絶対肌見せファッション好きな人はおすすめ。はい、次でございます。次はこのピンクのショート丈シアーニットカーディガンです。これはサイズは、フリーサイズですね。こんな感じです。はい、これもね、実は Vlog で一回多分着て登場してるんだけど、これね、多分結構質問あったんだよね。どこのカーディガンですかみたいな。グレールなんですよ。まあ、今回全部本当におすすめすぎて、毎回多分おすすめとか言っちゃうんだけど、結構一押しですね、これ。やっぱさ、この薄いカーディガンってさ、めちゃくちゃ使えんのよ。やっぱそのカフェのさ、冷房問題とか、寒いじゃんカフェって、そういう時にやっぱこれ役立つんだよね。折りたたんだら結構コンパクトになるんで、ちょっとカバンに入れときやすいし、いやマジ便利なんだよね。キャミソールにこれ着たらもう最高、完璧。さっきのこのチューブブラともなんか相性いいしさ、はい、これ絶対買いですね。ちょっとこれ良すぎて、ブルーかオフホワイトの色味ちょっと狙ってます。はい、次はこちらのビスチェです。これもジアちゃんとのやつで、ラメチュールフリルキャミビスチェっていうやつです。でサイズもフリーですね。これはアイボリーを選びました。こんな感じ。これさ、本当にめっちゃ可愛いんだけど、私的にちょっとね、ここがねパカーンってなるのが気になるので、まあなんかインナーをここまで隠れるやつ着たら問題ないかなって思います。ちょっとね、今この下のチューブブラのまま着てるから、ちょっと露出部分多く見えちゃうんだけど、ここまでのやつ着たら全然気にならない。ビスチェなんでね、インナーと合わせて何本のやつなんで、はい、まあ、下さえなんとかすれば全然着れるので、はい、これもお気に入りです。はい、じゃ次はこのオフショルです。はいはいはい、これもね超可愛いんですけど、ボーダー柄ショート丈リブニットトップスっていうやつで、 M サイズですね。 M サイズのみのやつです。でブラックとピンクがあったんですけど、なんかねブラックのがかっこいいなと思ってブラック選びました。はい、これね本当に大優勝、マジで買うべき。
なんかね、私結構オフショルって苦手で、でなんでかっていうと結構さ、こう腕上げれないし、だんだん上がってきちゃったりするじゃん。だからあんま好きじゃないんだけど、これはね、なんかフィット感っていうか、なんて言ったらいいんだろう、あのイライラしないオフショルだからオフショルってさ、イライラしません？なんかもうあーみたいななったりするんですよ、私は。だからあんまり着ないんだけど、これは本当に着心地いい。マジで全然あのストレスがないですね。ちょっとこれ説明難しいな。多分伝わりづらいと思うんだけど、本当にとりあえずめちゃくちゃ着心地のいいオフショルです絶対あの着てみたらわかる。なのでちょっとさ、本当かみたいな思ってると思うんですけど、ちょっと着たらねびっくりすると思うな。はい、じゃあ次ね、下行きます。で下はちょっとあのいつも見えづらいので横に出しますね。こっちに出そうかな。でこれなんですけども、これはワイドデニムパンツっていうやつで、ブルーを選びました。ブラックもあったんですけど、やっぱブルーを選んじゃいましたね。で、あのハイウエストなので、もうおへそのね、だいぶ上まで来てくれます。で、これすごいありがたいのが、やっぱあの骨格ウェーブだからさ、あのウエストゆるゆる問題がやっぱあるんですけど、これね、XS サイズが結構あのウエスト61で、だいぶこう絞ってくれてるんで、あの全然下がらないから。で、私 XS 選ぶと、だいたいあのヒップがでかいんで、あの、つっかえちゃうことが結構多いんですよ。だけどこれ96センチで割とゆったりめなんで、そうそう、XS でも全然ちょうど良かったですね。めっちゃ良かった。すごいかっこいいし、あの、ハイウエストもね、長めなんで、お腹の冷えとか超助かりますね。はい。ワイドデニム、ほんと万能なので、めっちゃおすすめです。はい。で、次がこちらです。これがジアちゃんの、パールストレートデニムパンツっていうやつで、ライトブルーを選びました。夏って感じで、このライトブルーの色味大好きです。サイズ XS ですね。さっきと同じぐらいかも。ウエスト61のヒップ91だから、結構ね、あの XS でもお尻に余裕があってありがたいです。私ちょうどよかった。まあ、ちょっとで若干ウエストブカブカな感じはあるんですけど、でもベルトをギリいらないぐらいなんでよかったです。はい、次行くよ。はい、次はこちらです。これはスパンコールショートパンツです。で、サイズは S サイズを選びまして、これね、ちょっとね、緩かったです。あの、本当に気持ち緩いぐらい。ずり落ちることはないんだけど、自分の好きなポジションよりちょっと下がっちゃうなっていう感じ。なので、まぁ、ちょっとね、安全ピンとかでこうピッて止めて着ようかなって思ってます。本当にあの、めっちゃ気になるレベルじゃないから、まあ、買ってよかったですね。ちょっとまた画角が戻ってきまして、次こちらでーす。レースハイソックスっていうやつなんだけど、めっちゃコンパクトじゃない？これ。私さ、届いた時ほんとこの状態だったから、え？と思って、これなんか靴下に見えなくて最初。こんなん買ったっけ？と思ったんですけど、はい、ちゃんと伸ばすとレースソックスになってるので、あの、安心しました。で、これめっちゃ可愛いんですよ。なんで、これ本当に写真通りな感じになるので、はい、めっちゃ可愛くて買ってよかったです。ファインプレイですね、これ。はい、じゃあ最後にですね、サンダル2足あるので、サンダルを紹介します。まずこの白いやつ、レザー厚底スポーツサンダルっていうやつで、オフホワイト選びました。23.5 でちょうど良かったです。やっぱスポーツサンダルなんでめっちゃ歩きやすいですね。で、ごめん、ちょっとこれ何回か履いてるので、もうこの辺黒くてね、汚くて申し訳ないんですけど、そこがね、10.5 センチあるんですけど、全然歩きやすかったですね。はい、これと、はい、次このブラックの方です。これはスクエアトゥーレザー厚底サンダルっていうやつで、こっちはブラックですね。あのマジックテープになってるので、あのすごい履きやすいめっちゃ楽で、これも 23.5 でちょうど良かったです。で、こっちは8センチですね、ヒールが。なので、まあ、さっきよりはこっちの方がめっちゃ歩きやすい。で、これはまだね、あの、エントランスの部分までしか履いたことないんで、長距離歩いたらどうなるかわかんないんだけど、でもこれさ、あの、高低差ないから結構ね、歩きやすいと思うんですよ。はい、なので、まあ、今んとこ問題ないかなっていう感じですね。はい、以上が今回のグレール購入品紹介でした。え、めっちゃ可愛くない？もうなんか結構大満足してて、もう2回連続で買ったから、多分ね、次またサイト開いちゃうと、3回目行っちゃいそうなんで、今まだ見てないです。なんか絶対可愛いの出てくるじゃん、どんどん。だから、ちょっと今見ないようにしてるんですけど、はい。なんか、まあ、ちょっとでもね、今回の参考になったら嬉しいです。またあの、グレールちょっと久々だったんだけど、また買った時はね、撮ってみようかなと思います。はい、ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。失礼しまーす。
Thank you.